2022年12月21日ですね、本日ですね、はい、警視総監宛にですね、私と参議院の浜田聡の連名で、まあ、NHK に対しての刑事告発状告発書をですね、提出するということになっております。で、ここに至った経緯を簡単にご説明いたしますと、これが今 NHK が合法的に配っている特別宛て書送達という便で、これは従来の80円プラス150円の料金が付加されますので、これを投函するだけで230円 NHK から郵便局に払われるということです。これの料金が高いということで、NHK は業者、民間の業者を使ってポスティング業務をしていたと。それがおそらく230円も当然せず30円50円とかっていう価格なので、その利ざやがですね、 NHK が儲かっているということで、まあ罪自体の名前は郵便事業の独占を乱す罪ということで、まあ過去にこれ摘発されたものが一つだけございます。一通やっただけで、少なくとも事情聴取が行われているということからしても、今回の2000とび70万通という膨大な量ですね、ここに関しては警察当局はそれなりに大きな問題になっていると思います。で、まあこれやっぱり長い間6年間にかけてですね、まあ、NHK のニュースでも全部で3400万通のうち2000とび70万通が期日をしているから、これが郵便法違反だというようなことを、まあ、言っているんですけども、時効が3年と、だから半分はもう時効が経過していると思うんですけども、まあ、件数がですね、何千万通ということなので、しかもですね、その NHK は行政指導が行われた14日の前の12月の6日の時点では、浜田参議院議員の質問に対して NHK からの報告を聞いている限りでは、審書に当たらない、つまり犯罪行為をしていないという回答をされておりましてですね、まあ、つまりこの3400万通のうちの、まあ、おそらく1000万ちょっと1330万通のことを意図的に NHK は総務大臣に説明をしですね、これは犯罪ではないというような弁明をされているということが伺えます。その後我々が証拠があるよということで、総務省のですね、方をお呼びしたところですね、総務省の方は来られませんでした。まあ、自民党のある総務省の仕事をされている方に情報を翌日提供するということに至りました。まあ、その結果この国会答弁を総務省は翻して、NHK に対して行政指導したということになります。で、まあ、総務省も NHK も今のところですね、自首をする、あるいは総務省が刑事告発をするというような動きがないものですから、我々が先週からですね、警視庁の方に相談をさせていただいた結果、本日刑事告発状の受理について資料を持っていただければ事情聴取させていただきますということですので、浜田参議院議員と2人で中に入って NHK の犯罪について告発をするという運びでございます。まあ、あとはね、まあ、これは正直もちろん証拠があっても NHK 側も認めてるということからして着手することは間違いないと思っています。ただ、まあ、今のところ自首をしてるっていう話もないですし、自ら捜査に協力してるって話もなく、強制捜査に入る可能性も否定できないと思います。っていうのはこれは実行犯をちょっと特定しなきゃいけなくなると思いますので、まあ、NHK のこのこういう郵便物を送った、これが実際に投函された郵便物ですけども、こういったものが誰の指示に基づいて投函されたのか。で、もちろんこれはですね、今回告発しているのは NHK だけではなくて、NHK の業務委託に伴って、ヤマトダイアログ&メディア株式会社に対しても告発の対象、非告発人となっておりますので、で、これが NHK から届いている内部文書なんですね。まあ、これが決め手となって、NHK も、まあ、総務省は、NHK がまあ嘘をついてるだろうというところで、国会での NHK のに関して問題ない郵便法違反ではないという答弁を撤回したものだと思われます。ということで、そのまま行ってきますので、すいません、取材ありがとうございました。ぶっ壊す。